はい、こんにちは、かんじでございます。本日は7月16日土曜日、ただいまの時間はですね、午前2時45分、ついにこの日が来ました。こちら、軽トラックの荷台シェル、完成の連絡がありましたので、これからですね、岐阜県の方に取りに行きたいと思います。今回、うちの軽トラックの荷台を作ってくれたのは、アルミの鍛冶屋の中村さんと金吉工芸の吉田さん、このね、お二方がですね手掛けているアルミ2箱シリーズと完全フルオーダーの軽トラ2台シェルをね注文しまして、それが出来上がりということですので、それを取りに行きたいと思います。というわけでね、こちら埼玉県朝霞市から岐阜県へね向けて出発したいと思います。片道大体6時間ぐらいの旅になると思いますので、安全運転で行っていきたいと思います。それでは出発ゴー。はい、間もなく到着でございます。岐阜県大垣市に着いたところでございます。もう間もなくですね。前回来た時反対から来たな。今日はこっちからか。 OKOK 到着でございます。お疲れ様でした。よいしょよいしょ、お、車ありますね。到着到着。よし、右、あれからね。はい、軽っ。そのチューブを前にかける。ここのとこ。そう。はい。上げて。少し前に行きたいな。はい、どうも感じです、岐阜県から帰ってまいりました。ご覧の通り荷台に荷箱が乗っかった状態になっております。せっかくなんでね、どんな感じの荷台シェルができたのか、荷箱になったのか、何にもまだ造作していない素の状態、これね貴重だと思いますのでね、これからいろいろいじるとね、骨組みとかね、そういった部分だんだん隠れていっちゃうと思いますので、まだね何にもやってない状態、この状態でどんな風に作られているのか、それから、展開した時にねどんな感じになるのか、うちの軽トラックの荷台シェル、どんな感じの構造になっているのか、見ていただいて参考にしていただければなと思います。それではスタート。はい、それではまずね外観ぐるっと一周回ってみましょう。さあベース車両はスバルの3バートラック TT2、前期モデルですね、TT2 前期中期後期ってありますのでね、フロントのね顔の形が違うと、そんな感じになっております。はい、で、この車はですね、ゴールデンウィークの連休を使って、全塗装を自分でやりました。刷毛塗り全塗装でございます。ベースのカラーはフレンチグレーで、荷台部分はマットブラックでツートン仕様になってます。はい、ざっとこんな感じですね。タイヤはダンロップのグラントレックですね、G4 っていうモデルです。サイズは1458013ですね。はい、それではね後ろ開けてみましょう。ガスダンパーが入ってますんでね、開いた状態を保ってくれます。はい、中はこんな感じ。キャンプ道具、ちょっと散乱してますがはい、こんな感じで、広さ的にはどうでしょうね。ジャケットがあるんで分かりやすいかな。高さはこんなもんですね。で側面パネルは黒、天井は白、そんな感じにしてます。天井はね日光をねもろに受けるんで黒にすると熱々になっちゃうんで、白にしております。こちらねシルバーで見えてるこういう部分ね、これ全てアルミです。アルミのフレームでできております。プロにね作ってもらいまして、皆さんもご存知のアルミの鍛冶屋さん、中村さんにねお願いしまして、中村さんの会社で作ってもらいました。アルミのフレームをねいろんな種類のものがあるんですけども、それをね、要所要所適した部材を使ってそれを溶接してつなげていっております。でところどころにねレールが入ってるねアルミフレームと、何も入ってないフレームとあります。でこういうレールが入ってるとこっからねまたフレームを足したりとかできるんで、カスタマイズしたいところにねこういったレールのついたフレームを入れたりしています。ね、天井にもこういうの入ってますね。じゃあせっかくなんでね、フルオープンにしてみましょうか。これね、パッチンと。はい、側面もこういう感じでオープンして、これもねガスダンパーで両サイドガスダンパーで支持してるので開きっぱなしになります。はい、散歩フルオープンした状態がこんな感じです。すごいね中開放感が出るでしょう。今回僕の車はねこだわったのが、煽りも開くようにしてほしいということで、依頼しましたね。煽りはね後ろはまあ大体開くんですけども、こういうシェルを作った時横方向は潰すんですよね。やっぱりせっかくねこの煽りがあるんで横方向も開けたいじゃないですか。ということなんで、横方向もね、開くタイプになっております。はい、こんな感じですね。左右と後ろの煽りもすべて開きます。一本ね、柱立ってるじゃないですか。これがね、肝心なんですよ。ね、ここでフレームと接続している感じですね。こっちはちょっと僕が造作用につけたやつなんで、これはちょっと関係ないですけど、この足ですね。これがね、特許を取っているブラケット形状になっております。で、ここにね、煽りを挟み込んで、固定されると。だから今フリーの状態なんで、上にグッて上げれば持ち上がるような状態になってます。走行中は煽り上げて走んないじゃないですか。だからこれをバンって締めてあげれば、はい、こうやって煽りに挟み込まれるので、シェルが吹っ飛ばなくなるというね、素晴らしいでしょ、この構造。車の方にはね、特にビス止めするとか穴開け加工するとかやってません。ただ乗ってるだけですので、非常にシンプルで簡単。じゃあフロント部分はどうしてるのかっていうと、はい、フロント部分なんですが、ここにアイボルトを通してます。で、ここはもともと車に開いてる穴なんですよ。で、これは鳥居っていうのがね、軽トラックにはついてるんですけども、この鳥居の場所ですね。鳥居を止めてた場所。シェルを乗っけるとき鳥居邪魔なんで外しちゃったんですけども、ここにね、アイボルトを入れて、で、こっち側にも、フレームの方にもアイボルトを入れて、これをぐるぐるって回すとね、ここが伸び縮みするんですけど、これで固定しております。はい、そして、もう一つね、この車ね、すごいのができちゃったんですよ。それをお見せしましょう。なんとこの車ですね。はい、そうなんです。ここがこのパッチンを外すと、ここがですね、なんとドカーンと、はい、なんということでしょう。天井が開くんですね。やばないこれ。めちゃくちゃすごい。ちょっと外から見たいでしょ。外からね。じゃーん。はい。大きなサインボードになっております。感知って書いてあるね。こういう感じでオープンします。運転席側を支点にして、助手席側が開くっていう横開き型ですね。こちらもガスダンパーが入っているので、開いたまんまになります。やばいっしょこれ。はい、いかがでしょうか。影で登場している感じでございます。軽トラキャンプベースバージョン4、エボリューション4ですね。こちらが完成、まず一つね、外装が完成したというお話でございました。こちらのフレームね、めちゃくちゃいいです。帰りね、すげえ豪雨にあったんです。めちゃくちゃ雨降ったんですけども、ほとんど浸水することなく、荷台はね全然問題ありませんでした。まあ、ほとんどって言ったのがですね、やっぱ煽り開くタイプなので、フレームと煽りの間ちょっとだけ隙間空いてるんですね。で、その辺りからじわっと水が流れて、端っこの方が濡れていたというような感じでございます。このボックスから上、こちらはですね、どこからも雨漏りしませんでしたので、非常にね、安心して使えるんじゃないかなと思います。このタイプね、気になる、欲しいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひねご連絡ください。もっとこの辺見せてほしいとか、ここどうなってますかっていうような質問がございましたら、ぜひねコメント欄に入れていってください。またね、概要欄の方に漢字のね LINE公式アカウントのリンクを貼っておきますので、お友達登録していただけると、私幹事とね直接 LINE のやり取りをして、ご質問に答えたりとかもしておりますので、ぜひね、お友達になって荷台フレームについてね、いろいろね質問寄せていただければなと思います。はい、それからね、このサインボードなんですけれども、山と町と海というね、あと空か、そういう感じのねデザインになっているんですけども、デザインはね萩にしてもらいました。で、こちらはね、金吉工芸さんというね看板屋さんに、ラッピング加工していただいたので、めちゃくちゃ綺麗に貼れております。ね、こんなカラーでね、こんなでっかい絵を貼れるなんて思わなかったでしょ。でこれね、開けるとこうやってすごいよく目立つねサインボードになりますので、これをね持ち上げた状態でここのサインボードの上にこう日が上がってきたところで写真撮りたいなと思っております。そういった写真をね今後ねインスタに上げていこうと思ってますので、もしよかったらねインスタもね概要欄の方に貼っておきますのでフォローしてやってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。カンジでした。またねー。